震災から10年の復興期間のうち、集中復興期間が2015年度で終了いたします。復興住宅の建設、宅地等のかさ上げをはじめ、被災地の復興はまさにこれからでありますけれども、竹下復興大臣が最近被災自治体に負担を求める発言を行い、被災地からは批判の声が上がっています。例えば住宅整備など本体事業は全額国費である意義はあるか、復興といってもいろいろな事業があり、復興事業全部を負担し続けるのは難しいだとか、また国費というのは一番モラルハザードの原因だとまで述べています。そこで復興庁復興副大臣にお伺いをいたします。竹下大臣の発言の真意について教えていただけますか。被災自治体に負担を求めるというのでしょうか。長島復興副大臣。私の方からお答えをさせていただきたいと思います。私も一昨日宮城県南三陸の追悼式に参加をしてまいりまして、それぞれ国民の一人として、被災地に深い思いをいたしてきたところでございます。竹下大臣がそのような趣旨の発言をしたことは私も承知をしております。集中復興期間後の事業の在り方として、すべての事業が10分の10でいいかどうかは議論の必要があると実は思っておりますが、まだ何か決めたということではございません。委員ご指摘のとおり、これからも被災地の声に耳を傾けながら丁寧に検討してまいりたいということでございますので、ご理解を賜りたいと思います。以上。田村孝之君。被災自治体に負担を求めるということは、まず一つに復興関連事業が、進まないと途絶えてしまうということであります。被災地における復旧復興関連業務がいかに膨大なものであるかは、5日の委員会でも私述べました。自治体の投資的経費を震災前後で比較するならば、例えば岩手県の陸前高田市では 40.3 倍、宮城県南三陸町では 47.8 倍、福島県の南相馬市では 12.7 倍にも達しているわけであります。だからこそ宮城県の村井知事はこうおっしゃっています。少しでも負担が生じると復興があっという間に止まってしまう。これ NHK の討論番組ですけれども、岩手県の達増知事も同じ気持ちだと述べられました。財政措置が少しでも途絶えてしまったならば、たちまち復興事業に支障をきたしてしまう。そのことを承知で大臣は発言されたのでしょうか。だとしたら、それは被災地の実情を顧みないものではないでしょうか。副大臣どうでしょうか。長島復興副大臣。前段として私の方から復興庁として決して復興事業を止めるつもりも止まらせるつもりもございません。それは前段としてぜひご承知をいただきたいと思います。東日本大震災の復旧復興事業については特別に財源を確保させていただいて、そしてその地方負担分を実質ゼロとして今日までやってまいりました。これは多分過去の災害に例を見ても異例中の異例だったということは委員もご承知いただけると思います。理由はいくつかありまして、町全体が壊滅的な被害を受けてしまったということ、そしてそれぞれの市町村がこの財政負担に耐えきれるような財政状況ではないんではないかという心配があったこと、そして膨大な仕事量に対応しきるだけやっぱり市町村の能力を高める必要があったことといろいろあるために、実質負担ゼロという事業を今日までやらせていただいてまいりました。そこで3月10日復興推進会議において総理から竹下大臣に対し集中復興期間の総括をしてほしい、そして集中復興期間後の復興支援の枠組みについて検討を行うように指示がなされたところでございます。地方負担の在り方についてもその検討の中で今後議論をさせていただくことになりますが、その際には財政状況、事業の進捗状況等、被災団体の置かれている状況が様々であることも踏まえながら、
丁寧に議論を尽くし理解を得られるようにしてまいりたいと思います。ぜひご理解を賜りたいと思います。田村孝明君。議論はあるかもしれませんけれども、被災自治体にその負担を求めるということはですね、マンパワーの確保も得られない。2つ目の問題を今から述べたいと思います。毎日新聞の3月11日付にこういう報道があります。自立に被災地困惑、応援職員国費頼み。被災地の自治体は何が国費から削られるのかと疑心暗鬼に駆られている。懸念する負担増の一つが全国から派遣されている応援職員の給与だ。被災自治体の幹部は多くの自治体から集中復興期間以降の派遣打ち切りを言外に匂わされていると明かす、まあ、こういう記事がありました。町の 37% が浸水した宮城県山本町という自治体は町職員183人に対して全国60自治体や民間からの応援職員が183人の職員のうち113人が応援であります。町役場の担当者は応援職員に引き上げられると行政サービスの低下は避けられないと、まあ、こうした記事でありました。被災自治体への応援職員の派遣について、その拡充については5日の質問でも取り上げました。二之湯副大臣は復興庁とも協力しながら被災自治体の要望を伺いながらより一層人的支援の充実に努めてまいりたいと思っておりますと答弁されました。高市大臣もやはり大変な復興事業を行っていく、また住民への支援を行っていく上で被災団体のマンパワーの確保は重要な課題であるということを認識しております。総務委員会での総務長の答弁はこうでありました。復興庁はどうなんでしょうか。その応援職員の派遣の重要性とそして実態を知った上でこうした検討が必要だとか被災自治体の負担だという言葉を持ち出してこられたんでしょうか。財源がなくなったら全国からの自治体への派遣応援できません。その時点で被災地の復興は進まないし住民サービスの低下は必至であります。副大臣、被災自治体への負担は求めることは到底できないのではありませんか。お答えいただきたいと思います。長島復興副大臣。竹下大臣の発言から少しエスカレートした議論が一部あって、この財源がなくなるんではないか、この財源が引き上げられてしまうんではないかという議論が少し先行しているような気がしますが、先ほど申し上げてましたとおり我々はまだ何も決めているわけではありません。ただし集中復興期間終了5年後、次の5年間をどうしていくかというためにこの5年間の検証、つまり何がなされてきたのか、そして何が残っているのか、これから何が必要なのかということをきちんとレビューをした上でですね、ゴールデンウィーク頃には被災自治体の皆さんの不安も含めてきちんと形を示すことがやっぱり被災自治体にとって次の5年間そしてそれから被災自治体が将来に向かって不安を払拭できるような形で我々は検討を進めていきたい。決して一方的にすべての事業に一律に負担を求めるということで大臣が発言をされたことではないので、ただ財源を確保する上でこれから何ができるのか何が必要なのかも含めて議論をさせていただきたい、そんなふうに思っておりますので、ぜひ我々復興庁総務省とも検討しながら決してマンパワーを引き上げて被災地をストップさせたり減速させるようなことは決していたしませんから、そこのところからは理解をいただきたいと、そんなふうに思います。委員長。田村孝明君。長島副大臣はそうおっしゃいますけれども、先走りと言われましたが、ただやっぱり大臣がですね、復興事業全部負担続けるのは難しいと言われたらこれはやっぱり不安が広がりますよ。当然のことだと思います。被災者向け住宅用地の完成率は福島県がまだ 32%、 宮城県が 22%、 岩手県が 13% という状況であります。仙台市の奥山市長は復興大臣が被災自治体に負担を求める考えを示したことに対してこう語りました。大きな違和感だ、
5年で復興が終わるわけではない。状況抜きに期限が来たら自助努力だというのは理不尽だというのが率直な印象。私はこの市長の思いは当然の思いだというふうに思います。自治体の長からいろいろと懸念と不安が出されていますけれども、これはやはりしかと受け止めるべきではないでしょうか。副大臣いかがですか。長島復興副大臣。冒頭申し上げましたとおり、何を決めているわけでもありません。ただし、これから次の5年間をどうするかということについて、財源も含めて議論をさせていただきたいということでございます。ですから、今、いろんな意味で心配の声が上がっていることを受け止めながら、心配の声を払拭できるような丁寧な説明も含めてやらせていただきたいと。その上で、将来、自治体として、被災者として自立できる方向を目指せるものなら、目指していきたいというふうに思っております。田村孝之君。もう一問。宮城県の村井知事はですね、この復興財源を確保することが自立を遅らせることには決して当たらない、財務官僚でなく被災地の方を向いてほしい、9日の記者会見であります。もちろん被災地の方に向かなければならないのは当たり前でありますけれども、大臣はあるいは復興副大臣は復興庁はどちらの方を見て仕事をされているんですか。お伺いします。長島復興副大臣。もちろんですね、我々に与えられた課題は被災地の一日も早い復旧復興自立であります。そこのところを大臣も我々政務も一丸となって向き合って仕事をしていきたい。そのために丁寧な説明も丁寧な議論もさせていただきたいし、何がこれから加速をすることになるのかも含めて被災地の皆さんとより連携をさせていただきたいということでございます。委員長。田村孝之君。被災自治体への負担とか、自立という議論なんかはね、私は今の時点本当に論外だというふうに思います。2016年度以降も被災地復興支援は全額国費によって賄うべきであります。この枠組みをやはり堅持すべきであります。高市大臣にお伺いします。高市大臣は所信表明のときにこう言われました。閣僚全員が復興大臣であるとの意識のもと、東日本大震災の被災地の再生のために力を尽くします。私はその言葉大変印象に残っています。全閣僚が閣僚全員が復興大臣との意識ですね。そもそも震災復興特攻の原点は何であるか。地方財政の2012年8月号で当時の総務省財政課長黒田財政課長がこの地方財政の中でこう述べておられます。復旧復興事業の財源に充てるために地方債を発行し、その元利償還には地方交付税による手厚い財源措置がされるものとはいえ、償還期間は長期にわたるものであるから、ことからも、将来的な財政状況の悪化を懸念する指摘がなされているところとなった。これらを踏まえ、被災自治体の実質的な財政負担を解消する、ゼロとするという対応を講じることとしたと。なんであの震災復興特別交付税が創設されたのか、このような議論の上に作られたんですよね。この原点を壊していいんでしょうか。復興財源に国として全額を持つ、このことを強く求めるものでありますけれども、高市大臣いかがでしょうか。高市総務大臣。まず27年度の対応につきましては、復興、震災復興特別交付税、これについてはもう精一杯の対応をさせていただいたつもりでございます。そしてまた先ほど委員が指摘されたマンパワーの確保についてもですね、引き続き総務省として
これは力を入れてまいります。すでに、各地方公共団体、民間企業や公務員の OB の方々に、大変なご協力をいただいているんですが、まだ残念ながら被災自治体からですね、何人、必要だと言われるそのすべての数を充足できているわけでは、ございません。ですから、引き続き要請も続けてまいります。そうするとやはり財源の心配があってはいけないということになります。で、28年度以降、その集中復興期間以降のですね、復興事業については、それまでの進捗状況を踏まえ、財源も含めてその在り方について検討するということになって、その一つとして地方負担の在り方についても政府全体で検討されるということになります。おそらく震災復興特別、交付税もそのうちの議題の一つではあります。しかし、その際にはやはり被災団体の財政状況、それから事業の進捗状況、よく被災団体から私どもでお伺いをして、被災地の復興に真に必要な事業の実施に支障が生じないように、またマンパワーの確保にも支障が生じないように適切に対応してまいりたいと思っております。田村貴之君。自治体負担を求めることはなく、進めていただきたいというふうに思います。時間もありませんので、次に地方税法改正案について伺います。政府は法人事業税の外形標準課税の割合を2年で段階的に現行の1/4から1/2に拡大するとしています。総務省にお伺いします。2月18日の地方法人課税のあり方等に関する検討会において示された資料があります。1法人あたりの負担変動、この試算について説明をしてください。外形標準課税を1/2に拡大した場合の黒字企業、赤字企業の税負担の増減はそれぞれどうなるんでしょうか。資本金区分ごと一社平均の負担変動額を述べていただきたいと思います。はい、平島自治税務局長。お答えを申し上げます。先月18日に開催いたしました地方財政審議会の地方法人課税のあり方等に関する検討会に資料として提出いたしましたものは、平成25年度の課税実績の速報値をもとに法人事業税の外形標準課税を拡大した場合の影響額を、機械的に試算したものでございます。25年度ということでございます。その結果によりますと、1社当たりの負担増減は欠損法人で1億円超10億円以下で300万円の負担増、10億円超50億円以下で1500万円の負担増、50億円超100億円未満で2900万円の負担増、100億円以上で1億5500万円の負担増であり、全体では1600万円の負担増となっております。一方、利益法人では1社当たり1億円超10億円以下で200万円の負担減、10億円超50億円以下で700万円の負担減、50億円超100億円未満で800万円の負担減、100億円以上で5900万円の負担減であり、全体では700万円の負担減となっております。なお、欠損法人と利益法人を合わせた影響としましては、1億円超10億円間で100万円の負担減、それから10億円超50億円も100万円の負担減、50億円超100億円以下で200万円の負担増、100億円以上で600万円の負担増でございまして、全体として増減均衡になっているということでございます。委員長。田村貴之君。今述べてもらった試算結果を表にまとめたのがお手元配布の資料でございます。ご覧いただきたいと思います。これ一目瞭然であります。利益法人、つまり黒字企業はどの資本金区分を取っても負担減、減税となります。資本金100億円以上の黒字大企業ではなんと1社平均5900万円もの減税となります。外形標準課税の拡大で最も恩恵を受けるのはこの部分、力を持ったところであります。一方、欠損法人、赤字企業はすべて負担増となります。黒字企業には大減税、赤字企業は大増税、これはおかしいんじゃないですか。はい、総務省平島自治税務局長。お答え申し上げます。今回の所得割の引き下げと外形標準課税の拡大を内容といたします法人事業税の改革は、法人税改革の一環として
企業の稼ぐ力を高め、法人事業税の成長志向型に変えていくことを目指して、法人実効税率の引き下げを税収中立で行うものということでございます。で、今委員からご指摘ありましたが、ここにございますように、ここに出ているのは1億円資本金1億円超の俗に言う大企業でございます。大企業で1億円超の資本金を持っているようなところはですね、ずっと赤字であったらそれは倒産してしまいますので、ずっと赤字企業であるということはまず考えられないということでございます。で、2点目で申しますと、この赤字企業の中には、単年度の損益で見れば黒字であるけれども、過去の赤字のせいで繰り越しのせいで、赤字になっているという企業も実はございます。で、そういうことを考えますとですね、こういった企業がいつまでもその赤字黒のままということもないわけでございますので、そういった企業に、適正に負担していただくということと、むしろこの赤字企業も黒字になれば、実際はその黒字になった年は減税になるわけでございますので、ぜひこういった企業にきちんと稼いでいただいて、経済を活性化していただくということを期待しているということで、ご理解をいただきたいと考えております。委員長、田村貴之君。稼ぐ力をつけるとか、黒字になれば減税だとか言いますけれども、じゃあ努力したらですね、稼げるようになるんでしょうか。まあ、そうは簡単にいかないと思いますよ。外形標準課税は応益負担の原則でやっています。拡大して広く負担を求めるというふうに言われますけれども、税の原則はあり応納負担でないでしょうか。応納負担の原則はちゃんとしっかりと、基本に据えていただけなければならないと思います。単税力のある黒字大企業にこそ応分の負担を求めるべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。平島自治税務局長。委員から今、応納課税か応益課税というお話がございましたけれども、応納課税も重要であるという面はありますが、地方税においてはやはり行政サービスの対価として、応益課税を充実すべきであるという原則があることは、ぜひ踏まえていただきたいというふうに思っております。そういう意味で、今回の法人事業者です、これの税率の引き上げと外形標準課税の拡大というのは、今申し上げたとおり、稼ぐ力のある企業の税負担を軽減することで、成長につなげていくということだと思います。で、1億円超の資本金を持っておられる企業というのは、基本的には稼ぐ力を底力として持っておられるということだと思います。で、そういう企業が赤字ギリギリでいるよりも黒字で稼いだ方が税が少なくなるということが、やはり稼ぐ力につながると思っておりますので、ぜひその趣旨をご理解いただければというふうに思っております。はい、田村貴之君。外形標準課税を拡大すれば応納負担は後退しますけれども、それは事実ですよね。いかがですか。平島自治税務局長。その点は事実です。田村貴之君。そこのところは否定できなかったと思います。総務省はいろいろな対策をしているとおっしゃいます。しかしですね、激変緩和の措置、これもあるんですけども、2年間です。それから2年後には消費税は 10% に上がります。物価も引き上げられると政府自身が言っています。まあ、このような状況の下で2年間で稼げるようになれというのでしょうか。雇用や賃上げへの配慮もしているということでありますけれども、これも期限付きであります。十分とは言えません。そもそも赤字企業へ課税することによって、労働者の雇用や賃金に対して何らかの影響が出ると、これは考えておられるからこそ、総務省としてもこういう措置を講じているんではないかなと私は思うわけであります。なぜ今日この問題を取り上げているかといいますと、中小企業への適用拡大の懸念があるわけなんです。中小企業への外形標準課税の拡大、与党税制改革大綱、これ年末の30日ですけれども、12月30日、法人税改革の第2段階として行う外形標準課税のさらなる拡大について引き続き検討するとしています。そして中小法人についても、中小法人の実態は大法人並みの多額の所得を得ている法人から個人事業主に近い法人までまちまちであることから、そうした実態を丁寧に検証しつつ、資本金1億円以下を中小法人として一律に扱い、
制度を適用しているとの妥当性について検討を行う。中小法人についても7割が赤字法人であり、一部の黒字企業に税負担が偏っている状況があるとして引き続き検討を行うとしています。これは政府としても同じ立場を取るんですか。高市総務大臣。全法人の 99% を占める中小法人につきましては軽減税率が適用され、各種の政策税制もあり、欠損金の繰り越し控除の控除限度、外形標準課税と、多くの制度において大法人とは異なる扱いが認められております。また先ほど委員もおっしゃっていただきましたが、中小法人の実態、これは大法人並みの多額の所得を得ている法人から個人事業の新規法人までまちまちであると、与党の、税制改正、大綱に、ありますとおりですね、そういったことから、中小法人課税については各制度の趣旨や経緯も勘案しながら引き続き幅広い観点から検討を行うと、されておりますので、そのような観点に立って検討を行う必要はあると思います。しかしながらですね、その上で外形標準課税の適用対象法人の在り方については、地域経済、企業経営の影響も踏まえながら引き続き慎重に検討を行うともされておりますので、こうした方針に沿って検討していくことになると考えます。田村貴之君。まさに地域経済への影響が懸念される話なんですね。中小企業事業所数の9割を占め、その7割が赤字である中小企業へ外形標準課税を適用拡大すれば、地方経済や雇用に多大な影響を及ぼすことは明白であります。資本金1億円以上の税法上の線引きであるかもしれませんが、すでに資本金1億円から3億円までの製造業の中小企業は今入ってるんですよね。今でも外形標準課税の対象になっている中小企業があるわけなんですよ。赤字でありながら納税を余儀なくされている、こういう問題があります。当事者である中小企業はもちろんのこと、各経済団体からも地方の雇用や経済への影響を指摘する意見がございます。日本経済団体連合会は、現在資本金1億円超の法人に課せられている外形標準課税の対象を資本金1億円以下の法人にまで拡大するならば、依然欠損法人が大半を占める中小企業の経営を大きく圧迫することになり、地域経済全般にマイナスになるとの意見を表明しています。そのほか日本商工会議所ほか、経済団体から、地域の雇用を支え、労働分配率が8割にも達する中小企業への適用拡大は、赤字法人175万社が増税と、その影響が甚大であり、断固反対するとの声も上がっています。この声を受け止めて、中小企業への外形標準課税の拡大は、きっぱりとやめるべきだと思いますけれども、大臣、いかがですか。高市総務大臣。今後、検討されるべきことでありますけれども、税制改正のプロセスの中で、きっぱりとやめるべきだとは思っておりません。資本金1億円超といいますとですね、対象は全法人の 1% でございます。そうなると、やはり応益課税と、いったことを考えますとね、あまりにも不公平だということ、それと一概にやっぱり中小法人といいましても、非常に大きな利益を上げているところもあるわけです、資本金が1億円以下であってもですね、これを一律に扱うことの妥当性についてはきちっと検討を行っていくと、むしろやはりこう稼ぐ力を導き出していく、そのモチベーションを上げていくということも、これからの日本の成長にとっては必要だし、雇用を維持するためにも必要なことであるし、そしてまたこれから春闘の時期控えておりますけれどもね、やはり賃上げという流れが出てきて、
おりますので、まあ、とにかく公平に、まあ、公正にですね、みんなが負担を広く薄く分かち合いながら、しっかりと成長へのモチベーションを高めていく、まあ、こういった方向で検討されるべきだと私は考えます。はい、田村孝明君。はい、これはまた議論したいと思います。通告にですね、軽二輪車の増税についてありました。軽自動車はですね、公共交通手段が不便な地域をはじめ広く日常生活の足となって使われています。二輪バイクは所得の少ない若者の生活の足となっています。一年先送りなどというごまかしではなくて、軽自動車税の引き上げの原因となった消費税増税ともども二輪の増税は、まあ、きっぱり中止すべきだというふうに思います。このことを強く求めて今日の質問を終わります。はい。